はい、どうも、鈴木祐介です。お待たせいたしました。今年のですね、2020年の早稲田、そして慶応のですね、大学入試の公表動画をね、撮っていこうと思っております。もっと本当は早く出したかったんですけど、ちょっと今年の私大入試の真っただ中にですね、もう風邪ひいちゃいましてね、で、ちょっと喉がね、やられていたんですね。で、これでもね、ちょっとまだね、100%じゃないかなって気はするんですけど、声の方ね、そろそろ出していかないとですね、旬が過ぎてしまいますので。一発目がですね、早稲田の社学を行こうかなと思います。問題用紙を出せないんですよ、これ。やっぱいろいろ著作権とかありますから。ですんで、一応概要欄の方にですね、この問題文をこうダウンロードできるリンク貼っときますんで、ちゃんと問題見たい人はそこからダウンロードするなりして、手元にまあ用意してもらうとね、より分かりやすいかと思います。で、この公表動画では、単にこう感想を言っていくだけでは面白くないんで、そうですね、皆さんが、この早稲田の社学の問題とかね、また他の学部も出していく予定ですけども、それをまあ勉強するにあたってね、多分気になると思うんですよ。まあ、早慶っていうと非常に難しいというイメージがあると思います。実際難しいんですが、じゃあね、みんなが大体使ってる教科書、山川出版社の小説世界史 B、あとは山川出版社の社会史 B 用語集、あれをね、完璧にした場合、何割取れるんだと。それ結構気になりません？なので、ちょっとそれをね、検証していこうということです。なので、今回の動画でもですね、早稲田の社学2020年は、小説世界史 B、そして世界史用語集を全て完璧にしたら、何割取れそうだっていうことをね、最後の結論にしたいと思います。はい。そんな感じで、やっていきたいと思いますんで、ぜひね、最後までちょっとご覧ください。はい。で、まず全体的な感想ですけども、まあ、全部で40問ですね。で、2つ選べって問題が昔あったんだけど、もちろんそれは今も消えてありません。はい。だから、はっきり言ってね、簡単になったんですよ、早稲田社学も。昔の過去問を手に入る人は見てもらうと分かりやすいと思うんですが、2011年まではですね、消去法が使えないと、そういう問題が多かったし、大学入試でありながらですね、まあ、正直高校生会社のレベルを超えた非常に難しいね、問題が出ていたんですよ。だから、早稲田社学の過去問やる人はですね、傾向が明らかに2012年度から変わったので、2012年以前の問題っていうものはやってもあんまり意味ないと思いますよ。ね。超難しいですから。で、それと比べると、だいぶまあ近年は簡単になってきていると。で、予備校によって、まあ、その今年の2020年の社学がどうだったっていう、そのね、以下したか何かしたかっていうのは分かれているんですけども、まあ、個人的にはやや簡単になったんじゃないかなって気もね、するんですよね。地図は珍しく出ましたけどね。だけど、簡単だったでしょ？そんな感じで、ちょっと大問1からどんどん行きましょう。大問1はね、古代ギリシャ。古代ギリシャ。で、20世紀ぐらいまでをこう見通してます。で、文化が結構出てますね。で、問いの1です。ギリシャ演劇を代表する次の作品のうち、喜劇を1つ選べっていう問題があったんですね。で、アガメムノン、オイディプス、女の議会、メディアとあって、これは基本レベルで、 C の女の議会が正解なんで、何の問題もないでしょう。教科書レベルですね。で、問いの2、カエサルとガリア遠征に関する次の記述のうち、最も適切なものを選べと。で、これは、B ですね。ゲルマン人やケルト人の習俗を記録したと。これがガリア戦記のもん、あの内容ってことで、まあ、これも迷った人はいないんじゃないかと思うんですよ。これ、ここを受けるぐらいの人であれば。ただ、 A の選択肢ね。これがちょっとどうなのかなって思ったのかな。人もいるかもしれないけどね。ガリア遠征で現在のイギリス、フランス、スペインにローマ文化をもたらしたって書いてまして、あ、そうなのって思ったかもしれませんが、大丈夫ですよね。ガリアは現在のフランスです。で、これ、小説世界史 B のですね、43ページ。43ページのとこ見ると、こう書いてます。ガリア、括弧、ほぼ今日のフランスに相当遠征って書いてますよ。ですから、まあ、これはフランスになりますんで、イギリス、スペインが×ということになるでしょうね。はい、ということで問題ないと。問いの3です。今度、キリスト教神学に関する次の記述で適切なものを選べと。で、A、アウグスティヌスは告白録でマニ教からキリスト教に改宗するまでのいきさつ。問題ないね。これも基本的です。A、即答でしょう。はい、問いの4。次の教会で様式の組み合わせ。これはね、建築物、教と、様式、そう組み合わせなんですよ。で、答えは D のサンビターレ聖堂、ビザンツ様式。で、これも全然教科書レベルでしょ。で、答えとして D だったのは、結構これはみんなにとっては良かったかもしれないね。多分ね、ABC のロマネスク、ゴシック、ルネサンス式の方が覚えなきゃいけない教会の数多いでしょ。こっちで聞かれてたら間違えた人多かったかもしれないんだけど、今回このビザンツ式の方で聞かれてるから、まあ、せいぜいね、サンビターレと、あと、あれでしょ？ハギア・ソフィア聖堂の2つじゃない？大体覚えるのって。そんな迷わなかったんじゃないかと思います。D が正解。はい、問いの5。セルバンテスが参加した歴史的事件、レパント海戦でいいでしょう。D です。ね。ということで、ここまでね、もう即答即答で来たいです。全然教科書レベル。はい。
で、問いの6でちょっと難しいんですよ。はい。ヨーロッパ諸国の言語に関する次のケースのうち適切なものを選べと。はい。で、正解結論で A なんだよね。ボッカチオが活躍したトスカナ地方の口語は、後にイタリアの標準語となった。これどう？うん。こういうのって、まあ、判断できました。これ正解なんだよ。うん。で、これはじゃあね、冒頭に言った通り、教科書、山川出版社の小説世界史 B、用語集の知識で解けたのかっていうと、これはバッチリ書いたんですよね。で、用語集の P154 です。用語集の P154。トスカナ語って項目があるんですよ。トスカナ語はね、確か赤字ですよ。赤字トスカナ語。で、そこに、こう書いてます。ペトラルカ、ボッカチョなどのトスカナ地方における活躍などを背景に、14世紀頃にはイタリアの標準語に発展したと思いっきり書いてあるんですよ。で、明らかにこれ、まあ、この問題作った人はそこの項目見て、うん、作ってるという、うん、ことが、まあ、予想されますね、これは。はい、A が正解。で、BCD は、普通に教科書レベルの知識で、×だってできるので、問題ないでしょう。だ最悪ね、この A の知識判断つかなかった人は、BCD を、まあ、消去法で消してって、残り A が正解っていうことで、全然これは答え出せます。はい。問いの7、宮廷文化に関して。これは、C ですね。はい。和党が指定る党への巡礼。これも基本的です。と、次ですが、で、ここの問いの7で言っておくとね、B、モリエールが、人間の偽善を鋭く封じし、フェードルなどの作品を残した。フェードル知らなかったでしょ、多分。フェードル知らなくても今回別に C が全然教科書レベルだから答えいけると思うんだけど、フェードルはラシーヌの作品です。ラシーヌってほら、悲劇作家。ね。モリエール、喜劇でしょ。だから違うんだよ。で、フェードルはね、どこに載ってるかというと、用語集載ってますよ。用語集の P187 です。P187 のラシーヌの項目に載ってます。フェードルって。だからね、こういうところで聞いてくるんです。ただそれ知らなくても今回解けるから。で、はい。で、問いの8です。次の作者と作品関連する歴史的事件の組み合わせのうち適切なものを一つ選べ。これは、D ですね。トルストイが戦争と平和。うん。で、これはアウステルリッツの戦いを元にしていると。うん。で、ちょっと、アウステルリッツの戦いっていうさ、その戦いまでね、こう、言っちゃうと、そうだったのかって思った人いるかと思うんだけど、まあ、戦争と平和がナポレオン戦争をモデルにしてるっていうのは普通やりますよね。なので、D に行けたんじゃないかと思います。で、他の選択肢で言うと、A のゴヤが、1808年5月3日、トラファルガー。これおかしいよね。トラファルガーが罰で、これナポレオンに対するスペインの反乱のこと言ってるわけだから。で、B のドラクロは、民衆率いる自由の女神は7月革命でしょ？この有名。で、C が多分分かんなかった。バルザック、赤と黒、王政復興とあって、これ実は後半はあってるんです。赤と黒って王政復興の時代を、モデルにしてるんですよ。ただ、バルザックじゃないよね。バルザックじゃなくてスタンダールです。スタンダール、赤と黒。写実主義ですね。はい。で、王政復興が赤と黒と繋がりますよって情報は、じゃあこれは教科書レベル、用語集レベルですかっていうと、これ用語集に書いてあります。用語集231ページ。こう書いてますよ。王政復興家、あ、これ赤と黒の項目ね。王政復興家の政治と社会を批判的に書いたって書いてます。はい。まあ、それモデルにしてますね。ですから、C は、まあ、後半は合ってましたよってことね。はい、問いの9。カセム1について、20世紀芸術家思想家に関する次の記述で適切なものを一つ選べ。なるほど。ああ、これはちょっと迷ったかもしれない。いわゆる今回初めてのやや難かもしれないですね。差がつきますね、これね。いや、教科書レベルですよ。だけど差がつくっていう問題ね。はい。つまりは普通の人があんまり、ちゃんと勉強しないところが問われてるってことね。A から判断すると、一時大使における破壊に衝撃を受けたシュペングラーが魔の山においてキリスト教文明の終焉を予告した。シュペングラーじゃないでしょ？シュペングラーは、ほら、西洋の没落でしょ？ね。魔の山はトマス・マンですよ。トマス・マン。で、B はピカソがゲルニカ描いたってことなんですが、これは何？ファシズムの台頭に失望したピカソは、スペイン内戦後に、ゲルニカを描いた。ああ、なるほどね。このスペイン内戦後がまずいですね。これ、ゲルニカ爆撃に対する怒りを描いたわけですから、ね。そこが罰だね。はい。で、あとは、C、メキシコ革命を経験したシケイロスは、壁画運動のリーダーとして国内の文化運動を盛り上げました。はい。シケイロス出ました。はい、シケイロスね。これはですね、教科書、用語書両方出てますからね。ただまあ、ちょっとノーマークだった人は多いんじゃないかと思いますね。シケイロスはですね、用語集で言うと、P364 ページ。364ページに頻度2で載ってます。頻度2です。はい。
あと、教科書で言うとね、なんとこれね、山川出版社の小説世界史 B で言うと、一番最後のページです。一番最後の414ページ。414ページって本当一番最後のページです。で、あのページはゴシック用語が一個もないんです。だからみんなが絶対読み飛ばしてるところです。ね。で、そこに、上から7行目。そこに書いてます。死刑ロスだよって、壁画運動のリーダーだよって書いてます。ね。だから、教科書レベルでしょ？別に。ね。で、そこを見てなかっただけです、皆さん。ね。C が正解。で、D、パレスチナ問題で西欧中心主義を正当化したサイードは、オリエンタリズムによってポストコロニアル研究提唱した。このね、ポストコロニアルよく出るんですよ。2020年入試で言うと、商学部でも出てますよね。で、社学でも出てて、このサイードって人がね、結構キーワードになってくるんですけど、これ当然、用語集でも出てます。用語集363ページ。頻度3です、サイード。あと、オリエンタリズムとかもね、話題として出てまして、で、教科書で言うと414ページ。だから、まあ、さっきと一緒、最後のページ。そこまでちゃんとくまなく見てますかってことだね。で、これ、罰ですよ。サイードは、西欧中心主義を正当化じゃなくて批判した人です。正当化罰で批判。答えは C です。まあ、ややなんですね。だから、A と B が罰って分かったと思うんですが、C と D で悩んだ人が結構いるかもしれない。で、C が正解。問いの10、次の社会変革を勃発した順に正しく並べたものを選びなさい。これは、こういうその年号を使った並び替えっていうのは、教科書レベルの用語並んでるじゃん、全部。だけど、地味に難しいってね。まあ、西暦聞かれてるからですよね。で、よくまあ、ストーリーとか出来事の流れで解くのが正しいとか言われるんですけど、まあ、それにができるに越したことはないんだけど、結構厳しいでしょ、それって。で、数字知ってるやつが最後強いみたいな側面ありますから、その意味でも結構これは落としちゃう人もいるかもしれないですね。答えは D ですね。で、戦後史でしょ、全部。だから年号をしっかりやっとこうねっていうことです。一応教科書レベルです。ただし、現実的にはややなんかなって思います。ということで、大問1終わりましたけど、どうですか？ここまで全て教科書、用語集の知識で全部解けるということです。だから、いわゆる難問は1個もないですよ。一応ちゃんとさ、教科書レベルの勉強をくまなくやってた人は、まあ、できちゃいますからね。とはいえ、現実的にはややなの問題も2つぐらいありましたってことです。次、2番いきましょう。次がね、話題がね、東南アジア。古代から近代ね。まあ、どうでしょう。さすがに東南アジアってみんな苦手だから、逆にみんな東南アジアしっかりやった経験があるから、割とできた人はいるんじゃないかと思いますね、東南アジア。もう逆に得意みたいなさ、東南アジアが。問いの1、東南アジアに対するインドの影響に関する記述です。適当なものどうでしょうか。で、これは全部基本なんで飛ばします。全部、まあ、即答で A が正解です。 OK です。で、問いの2、マラッカに関する説明ね。マラッカ王国に関する次の説明で適切なもの1つ選べ。なるほど。マラッカ王国っていうと、多分最初の東南アジア初のイスラム国家だとか、以上みたいな、それじゃダメですよ。総計受ける人はもうちょいちょっと踏み込んだ知識が必要なんですが、適当なものね、C ですね。マラッカ王国の王都マラッカは、帝和の南海遠征の供給基地となった。これちょっと、まあ、やや細かめの用語、知識じゃないですか。ね。用語的には普通に、ま、あのメジャーですけどね。で、この帝王の南海遠征との関連性っていうのは、用語集、教科書見ましたけど、ちゃんと書いてありますよ。用語集だと P127。で、127の帝王の南海遠征諸国、南海遠征のところに書いてます。こう書いてまして、マラッカを根拠地にしたって書いてあるんですよ。あと、教科書で言うと P180。マラッカは帝王の遠征をきっかけに急成長したって書いてます。だからやっぱこれは根拠地だったからでしょ。以上から C が正解ってことです。ね、ちゃんとこう、なんだ、高校レベルを超えたことが選択肢に盛り込まれているわけではないです。以上で C が正解。問いの3、16、7世紀のヨーロッパの海外進出に関連する記述で適切なもの、まあ、これも基本なんで飛ばします。 D が正解ね。グロティウスの話。問いの4、出ました、出ました。16、7世紀の中国に関する続きの記述。これ、早稲田好きですよね、これね。A が正解ですよ。明王朝ってほら、解禁やるじゃん。で、解禁をやめるのが、北領南和の政ってやつよ。その話。A が正解。倭寇による密貿易や略奪が行われ、明王朝は16世紀中頃解禁政策を強化したって書いてまして、これ早稲田何度も出してんだけど、教科書で言うと P182 ね。で、182ページってね、この解禁政策に関する変化についてまとめられてるんですよ。で、これがね、またね、ゴシック用語が少ないページなんですよ。で、前も言ったんですけど、結局皆さんね、このゴシックがね、少ないページって読み飛ばすのよ。なんか重要性が低そうで。
だけど、まあこれ検証していくと分かるんですけど、結局総計とかになってくると、差をつく問題作ろうとすると、ゴシック以外のとこから聞かざるを得ないんですよね。なので、ゴシックがない、いわゆる、波字の文、まああとは字の文とも言いますけど、特にその重要語がないページ、っていうところこそしっかり読んだ方がいいです。そこから正誤問題の文章とか作られますからね。で、今回はまさにそうです。P182 にどんなこと書いてあるかっていうと、今北陵南話でさ、倭寇がさ、略奪行為を行うじゃないですか。で、あれって結局、解禁政策に反対してる中国人たちがやってるわけですよ。で、そういう中で、明王朝は解禁を緩めて、民間人の貿易っていうのを許さざるを得なくなっていったってことが書いてあるんですね。それが A の選択肢でしょ。だから A が正解。で、それ知らなかった。よくちょっと判断がつかなかったって人は、BCD の選択肢。これがですね、まあ基本的っちゃ基本的ですから、そこから判断しましょう。ね。いずれにしても A が正解。はい、次、問いの5。可全部 E について、16世紀の日本に関する記述で適切なものを一つ選びなさい。なるほど。これは、日本の話が結構出てくるんですよ。で、これはさ、2022年からですね、年次進行で、歴史総合、まあ、いわゆる新課程ですよね。新しい学習指導要領が変わるわけでしょ。で、そういう中で、やっぱ日本史っていうものを意識した問題っていうのがね、今後増えていくかもしれませんので、注意しておきましょうと。はい。で、ただ実際聞かれてるのは世界史教科書に書かれてる内容ですから、特に別に変な勉強は必要なわけじゃない。で、答え B でしょ。17世紀初頭の江戸幕府は貿易奨励の方針を取り、日本の貿易船のみでなく外国船にも渡航許可証である朱印状を与えましたと。これね、教科書185ページ。教科書185ページの上から2行目に書いてます。このことが。要は朱印船貿易のことが書いてます。ね。はい。以上です。次、問いの6。タイの国王、チュラロンコン、ラーマ5世が行った改革として適切でないものを選びなさい。なるほど。チュラロンコンね。これは要は、タイ版の明治維新やったような人ですよね。近代化がうまかったと。あとは、宗教的にも少女仏教、いわゆる少女仏教、女性仏教でまとまってるから植民地化免れたっていう話ですよね。で、答え C でしょ。立憲君主制に移行した。ね。いやいや、ちょっと早くない？立憲君主制に移行したのは1932年のタイ立憲革命ですよね。あの時の話ですよね。で、その他の ABD ってやつは着理改革ですよ。着理改革はこのラーマ5世の時のやつ。ね。で、A のね、鉄道の敷設、B、行政軍事の西洋化、D、奴隷制度の廃止。この3つの文言っていうのは、もう思いっきり着理改革の用語集の記述そのまんまです。はい。それ使ってます。ね。問いの7。G について、インドネシアに関する記述で適切なものを一つ選びなさい。はい、A、イスラム同盟。まあ、サレカットイスラムですね。あれが民族独立、社会主義掲げて1910年代民族軍の主導しました。これが正解。A が正解です。で、B のインドネシア国民党がって書いてあるけど、これ主語がおかしくて、国民党じゃなくて共産党です、これ。共産党が武装蜂起したんだけど、植民地政治に鎮圧されたと。いや、大体さ、インドネシア国民党ってさ、1927年結成ですから、これ26年の末だよね、そもそもね。はい、C、太平洋戦争起こるとスカルノはインドネシア共和国大統領に就任した。スカルノが共和国大統領になるのは1945年です。だからダメ。はい、D、65年の釜山十事件の後に、スハルト大統領とする共産党政権が成立した。それはまずいでしょ。スハルトは親米軍人ですから、これ共産党罰ですね。共産党の放棄によって、こう、スカルノからスハルトに変わったっていうのが1965年の30ですからね。A が正解でした。はい、次、問いの8。フィリピン独立が達成された年を選びなさい。ですね、フィリピンの独立っていうのは、まず1934年、選択肢の B ね。これはフィリピン独立法でしょ？フィリピン独立法でもって、独立しますよってことは、させますよってことになるじゃん。で、翌1935年 C の選択肢ね。この年に独立準備政府ができるんです。で、10年後、つまり1945年独立を目指して頑張っていきましょうってなったんだけど、実際これこの後からフィリピンってほら、日本が占領しますね。っていうようなことで、最終的に1年遅れて1946年に独立すると。はい。だから D が正解。で、問いの9。うん。これまた地味にも難しいと。受験生サイドに立つと、多分この問いの9を落とすということになりますね。困っちゃいますよね。別に単語自体は教科書レベルということになりますが、まあいざ年号になると厳しいということですね。地味に難しいって意味で、これ、まあやや難ということになるでしょう。答えは C です。はい。で、問いの10。で、また来ました、年代順です。だね、こういうところで差ついちゃうんでしょうね。社学受ける人はさ、ストーリーでね、解くっていうのももちろんそうなんですけど、数字、年号は特に越したことないですよ。ね。
だから、ほら、元祖世界史年代記憶法とかさ、あるじゃない。あれ、年代系の参考書を一冊、もう直前でもいいから、一冊もがっつり覚える。それだけで、こういう年号の正常問題とかに対応しやすくなると思いますからね。そういう対策必要でしょうね。で、問いの10も、まあ、地味に難しいですけども、そういう問題でした。はい。ということで、意外と、この大物にはですね、難しかったかもしれないですね。はい。で、はい、大門さんに行きましょう。はい。これ、オリンピックの歴史。なかなかタイムリーですね。はい。東京オリンピックどうなるんでしょうね。はい。次の文章読み。問いの1から順について、各設問指示に従って回答を選びなさいと。ちょっと水飲んでいい？ いや、風邪完全治ったんだけど、喉の痛みっていうのはさ、痛みないな。痛みもないんだけど、ね。でも、声のなんつうのガラガラ感がなかなかね、取れないですね、これね。大丈夫ですよ。コロナじゃないから大丈夫ですからね。はい。オリンピックの歴史ね。はい、問いの1。第一インターナショナルに関する記述で適切なものを一つ選びなさい。なるほど。あ、インターナショナルね。これもさ、結構ちゃんと体系的に勉強した人が多くて、インターナショナルってどの単元でやるかっていうのはちょっと微妙なところがあって、なんか勉強しない人いたりするんだよ、たまにね。だから第一インター、第二インター、第三インターって違いとか、まあ、本部とか、ね、ちゃんとやってくださいね。はい。で、答えは1ですよ。あ、いや、A ですよ。第一インターは64年ロンドンで開催された国際労働者協会で、国際労働者集会で設立された。これ適切。A が正解。で、B、第一インターナショナルの設立宣言を起草した後、マルクスは共産党宣言発表した。いやいやいや、共産党宣言1848年だから、前後がおかしいですね。はい、C、第一インターに参加した無政府主義者プルードンはフランスのサンディガリズムに影響を与えた。多分この C の選択肢が受験生、的感覚で言うと、よくわかんない。どうなんだろう。正しいのか間違ってるのかわかんないっていう感じだと思います。で、これに関しては真ん中のプルードンですけど、これ×。プルードンじゃなくてバクーニンです。バクーニンってロシアです。ロシアの無政府主義者です。で、この事実は、用語集に書いてます。用語集 P223 ページ。223ページにですね、ロシアのバクーニンがフランスのサンディカリズムに影響を与えました。労働組合主義ですよね。それに影響を与えたって書いてます。はい。そこから判断してください。で、D、第一インターナショナルにはアジアから日本が加盟しました。はあ、なるほどね。インターナショナルっていう組織は、そもそも国単位で参加するものではないので、個人的にそんな日本の社会主義者が参加したっていう事実があります。で、そのことは用語集に書いてます。で、第一じゃなくて第二。第二インターナショナルにはアジアから日本加盟しました。はい。で、これは用語集 P223 です。やっぱり223です。ここに第2インターナショナルの項目があって、そこにね、アジアからは1901年に日本が加盟したと書いてます。その意味でも、まあまあまあ、用語集をちゃんと読んでれば、読み込んだ勉強してれば、解けますと。解けないことはないということでね、ございます。はい。で、次に問いの2です。カセム B について、第2帝政期のフランスが関与した出来事。年代順並び替えろと。で、これもさっきと同じ。年号を知ってるやつが強い。っていう感じでしょうかね。やっぱね。で、これ B が正解ですけど。まあ、ややなんかな。はい。問いの3。カセンブシについて、フランスの都市文化に関する記述で適切でないものを一つ選びなさい。はい。なるほど。オスマンもね、よく出るよね。セーヌ県知事オスマンが、パリ市改造したってやつね。で、答えは C です。63年に世界初の地下鉄がパリで開通した。パリじゃないです。パリじゃないんです。知ってました？パリじゃないですよ。パリ×ですよ。パリじゃなくてどこ？パリじゃなくてロンドンです。で、これは どこに書いてあるかというと、教科書にも書いてますね。教科書の、P282 ページ。そこにですね、近代大都市文化の誕生っていう単元があって、そこにこう書いてます。ロンドンでは最初の地下鉄が開通しと書いてありまして、そこから、まあ、明らかにそのページを見て作ってますよね、この問題ね。なので、パリじゃないですよと。はい。で、A と B と D。で、これも、そうだな。例えば A のオスマンがパリの街に環状道路と放射状に走る道路もそうなのかなとかね。あと、B、公衆衛生のために上下水道そうだったのかなって悩んだ人いるかもしれない。でもこれは用語集にそのまんま書いてます。まるっきり同じ文章書いてます。用語集 P237 ページですね。237ページにオスマンがパリ改造しました。ね。さらにはですね、D のこのリュミエール兄弟によって映画が大衆娯楽として発展という事実もこれ同じく P237 書いてます。なので、まあ問題作った人はそのページ見てるんでしょうね。見て作ったでしょうね。答えは C でした。はい。ということで、現実的にはややなんかなって気がしました、この富山さんは。
ややなんかなと、解けないことはないですよ。というのよ、第三共和制時代の出来事に関する記述で適切なものを一つ選びなさい。これ A 読んでください。A、バスティーユ襲撃日の7月14日を国民祝祭日に定めるのと、フランス革命を原点とする国民統合が進められました。これも悩んじゃうでしょ。うん、そうなのかな、わかんないなっていう感じですけど、これ教科書にありますね。教科書 P266 ページ。なんと、全く同じ文章が書いてます。P266 です。ね。これさ、今までずっとさ、山川の教科書ですかね。山川小説世界史 B ですよ。他の教科書見てないからね。うん。まあ、キリがないっていうのもあるけど、正直、この社学に関して言えば、もう、山川小説世界史 B だけで全部対応できちゃうっていうのが、まあ、わかっています。はい。で、次に B。これは、ブーランジェが政権奪取を行ったかまずね。まだ行えてません。まだっていうか、行えずに未遂で終わるでしょ。で、自殺しちゃいますからね。で、C は男子普通選挙、直接、これ。C の選択肢。これ迷ったじゃん。問いの4の C。1875年に制定された第三共和国憲法のもと、男子直接普通選挙で大統領が選出された。これどう？これ難しいよね。で、これは、結論言うと、直接普通選挙はバツ。直接じゃなくて、間接。教科書のですね、P266 ページ。で、その第三共和制のとこに、脚注がありまして、脚注欄に書いたんです。第三共和制憲法によって、議会両院の選挙で大統領が選ばれるって書いてあるんです。議会が選挙するの。つまり間接なんです。だ間接選挙です、ね。はい。D、共和派は1880年に政教分離法を制定させ、って書いてますね。なるほど。政教分離法は時期が違うんですよ。擁護集頻度は6だから、一応赤字です、これ。政教分離法って。うん。で、これ1905年です。はい。西暦違います。以上から A が正解です。難しい。これややなんです。今確認した通り、教科書ないしは用語集レベルなんだけど、だまあまあ一応高校世界史レベルを逸脱はしていないというふうに判断できますが、A と C で悩むと思うんだよ。だからややなんかなって気がします。はい。問いの5。この年に起こったユダヤ系軍人における対するスパイ容疑の冤罪を訴えてフランスの作家簡単、ゾラ、B です。超簡単。問いの6、万国博覧会に関する記述。これは A です。ロンドンで第1回万国博覧会と。で、これはね、擁護集頻度7です。うん。で、まあ、これ楽勝でしょ。擁護集 P216 見てごらん。そこに第1回万国博覧が書いてあって、で推奨級がうんぬんかんぬん書いてますから、ね。はい、問いの7。これがね、社学では珍しい地図です。ね、地図です。社学ってね、地理的な問題っていうのは、地図を出さずに聞いたりするんだけど、今地図が出てますね。そういう意味で珍しいかなと。で、この地図なんだけど、まあ、ただ、古代ギリシャの地図だからみんな得意なやつですよ。アテネとかスパルタの位置ね。うん。で、これはね、見ましたところね、山川出版社の小説世界史 B の教科書 P27。そこにギリシャの地図がありまして、それと近いですね。それを見て作ってるイメージがあります。はい。答えは C です。オリンピアです。あ、でも地味に難しいか。オリンピアの場所って確かに、さあ勉強するぞつって、地図の勉強してからじゃないと厳しかったかもしれないね。うん。はい、C が正解でした。はい、次、問いの8。ミケーナの遺跡発掘楽勝です。D、シュリーマン。問いの9。ギリシャの独立戦争に関する記述で適切なものを選びなさいと。なるほど。なるほど。これも難しい。うん。問いの9は差はつくと思います。ややなんです。じゃあ、ね、教科書レベルなのか、用語集レベルなのか、それを検証していきますよ。はい。A、フランス革命の影響を受けてギリシャ独立運動が始まった。ギリシャ独立運動がフランス革命の影響を受けたかどうか。はい。これ悩むところですね。で、これは教科書に書いてあるんですね。これがね、P283 ページです。でね、問題なのはね、これね、283ページなんだよ。ギリシャ独立運動っていうと、どこでやるかっていうと、まあ一般的にはウィーン体制の動揺とかさ、そこを多分すぐに連想する人が多いかと思うんですが、実際このフランス革命の影響を受けてギリシャ独立運動っていう情報は、オスマン帝国の動揺、つまり近代アジア、そっちのページに書いたんですよ。で、そこにね、こうそのまま書いてます。フランス革命の影響でギリシャは独立だよって。はい。で、B、イギリス、ロシア、フランスがギリシャ支援を表明すると、オスマン帝国はエジプトに早い要請した。これ難しいね。これ難しいですよ。これ判断つく。あ、結論言うと A が正解ね。だから BCD 間違ってんだけど、B はどこがおかしいんですか、これ。これは、イギリス、ロシア、フランスがギリシャ支援を表明したのは1826年なんですよ。で、オスマン帝国がエジプトに派兵を要請したのは、その前の年です。1825年なんですよ。ってこんなこと書いたんのかよと思うでしょ。教科書には書いてないです。明確には。うん。で、用語集見るじゃん。
そうすると、用語集 P211 ページ。そこにですね、順序書かれてます。ちゃんと、順序は。先にエジプトに派兵要請、その後、イギリス、ロシア、フランスがギリシャ支援を表明って、ちゃんと前後書いてあるんですよ。だそのページ一応根拠になってますんで、まあまあまあ別に教科書レベルになっちゃいますね。まあ今、用語集レベルだな。用語集レベルになっちゃいます。C、イギリスのロマン派詩人ハイネは、ハイネじゃないね。バイロンですね。これは基本的。D、1830年ロンドン会議でアドリアノープル条約が締結されたことによりギリシャの独立が国際的に承認された。これはね、紛らしいですけど、アドリアノープル条約が1829年なんだよ。で、ここで、ギリシャの独立が承認されるの。承認っていうのはトルコが手放しますよってことを認めたの。で、翌30年のロンドン会議で国際的に承認されると。で、後半見ると国際的承認って書いてあるから、おかしいんだよ、この文章。アドリアノープル条約が締結されるのがロンドン会議より先。うん。だから×です。以上からね、まあ A が正解なんだけど、これは難しかったね。はい。ややなんです。問いの10、1900年前後のヨーロッパの社会状況に関する記述です。適切なもの。はい。A、20世紀初頭にコッホが結核菌発見しました。ああ、なるほど。コッホが結核菌発見したのは1882年なんで、19世紀なんだよね。そうかっていう感じですか。どうですか。文化史ちゃんとやってた人はコッホさんどこでやります。これやっぱ19世紀文化でやりませんかね。ということで、19世紀というふうに判断すればいいですね。20世紀じゃないなっていうふうにそういう判断ができればいいな。次 B、イギリス植民省ローズは、国内社会問題の解決に植民地が必要と考え1899年南アフリカ戦争を起こした。あのね、ローズの肩書き、ローズはケープ植民地のトップで、植民省って言っちゃうとイギリス植民地関係の全部のトップだから、ローズよりも立場上でしょ。ローズじゃなくてチェンバレンですよ。ジョゼフ・チェンバレンですよ、ね。ローズが×、ジョゼフ・チェンバレン。で、 C、 フランスの社会民主党は議会主義的改革を重視する立場から方針を変え、マルクス主義に基づく革命による社会主義。これは、まあ、2つおかしくって、まずフランスじゃないでしょ。社会民主党だからドイツに直したい。プラス、実は後半もおかしいです。社会民主党っていうのは、当初マルクス主義的なんですよね。で、そこから議会主義的改革を重視する立場、そっちの、まあ、修正主義の方向にこう変わっていくってことですね。で、このことは教科書312ページ、イギリス帝国主義のところにバッチリ書いてあります。はい。以上から、まあ、ダメです。D、フェビアン教会の話。これも、まあ、後半見てても正しいですね。だから、まあ、ABC の判断が難しければ、まあ、D で一発っていう感じでも結構です。D が正解。ね。以上、大門さんが終わりました。どうですか？ここまで全部見てきましたけど、今のところ、教科書用語集で解けないもんでないです。ですか？教科書用語集を根拠に解けないものでは全くありません。根拠を取れないものではありませんでした。では最後に大門の4はどうでしょうか。はい。最後に中国近現代ですね。問いの1、アヘン戦争、アロー戦争に関して適切なものを一つ選びなさい。なるほど。まあ、ABC 基本じゃん、これ。ね。だいいよね。解説いらないね。で、D だよ。真の供養学者ギゲンが、両戦争にまたがる時代の世界情勢を記述した地理書開国図史は日本でも大きな影響を与えた。なるほど。ちなみにね、ギゲンはですね、用語集に項目ありません。で、ギゲンさんは開国図史の中に書いてあります。開国図史の説明部分に出てきます。で、開国図史自体が用語集頻度1だから、まあまあ細かいんですよ。うん、だから厳しいかなって気もしますが、開国図史の項目を読みますとね、用語集のこう書いてます。やっぱり両戦争にまたがる時代の世界情勢を書いたって書いたんです。なので、まあ、そこを根拠にして D が正解です。で、ちなみにですね、寸大の回答速報が、指摘してましたが、アヘン戦争、このね、D が一応答えなんだけど、まあ微妙なんだよね、これね。開国図史っていうのは、この両戦争にまたがる時代を書いたって書いてますが、実際はですね、この、アヘン戦争以前の時代の資料を元にして書いたものだということなので、まあ用語集の記述自体がおかしいと。従いまして、それを元にして作った問題っていうことになると思いますんで、まあ、D 自体がちょっと怪しいので、回答なしという可能性もあるということですね。はい。次、問いの2。新と欧米諸国との国際関係変化をもたらした一連条約に関する記述で適切なものを選びなさい。あと、まあ A はですね、大きく解消されたが×でしょ。だって、アロー戦争までやるわけだから。5個を開港でですね、足りませんと。だからまだアロー戦争やりますってことでやるわけじゃん。で、B、顧問債追加条約は、イギリスと清は互いに債権国待遇を承認した。これダメよ。
だって互いに最恵国待遇だったらさ、これ不平等条約じゃないじゃん。でもこれ不平等条約なんだから偏無的なんですよ。ね。一方的なんだよ。だから不平等なんです。で、アロー戦争後の天津と北京で、欧米諸国の大衆貿易の自由化進んで、アヘン貿易は正式に禁止された。ああ、これ迷ったかもしれないね。どう？アヘン貿易は正式に禁止されたんですか？逆ですよ。むしろ、公認されました。公認されました。で、このことは教科書 P297 ページに書いてます。アヘン貿易はこの時期に公認されたって書いてます。だから、北京条約の後あたりですよ。その頃に公認されたって。はい、D。これ正解。D が割と基本的なこと書いてあるんで、選べた人も多いと思います。ちょっと C の選択肢は難しかったね。豊野さん、琉球朝鮮に関する記述で適切なものを選びなさい。はい。A は、なるほど。これ真ん中。1872年が×。沖縄県設置。これ1879年です。ね。72年っていうのは琉球藩の設置です。はい。で、B。これ台湾に漂着した琉球島民が漢民族系台湾人。なんじゃそれ、漢民族じゃないよ、先住民でしょ。台湾先住民に殺されちゃったのよ。だから先住民の間違いです。はい。 C、 19世紀初頭の朝鮮では没落漢人の高慶来に指導された農民反乱が起きました。いわゆる高慶来の乱ですね。近代朝鮮で大体こっからやるでしょ、ね、こっからダメになっていくっていうことで、高慶来の乱。ただしこれは用語集頻度は2ですから意外と細かいんですよ。ただ塾予備校とかでね、世界史習う場合って大体この高慶の乱は扱うと思いますんで、できた人も多いでしょう。はい。で、D、日本は明政権の要人が殺害された靖国軍乱を鎮圧した一方で、朝鮮の清と対立を深めました。迷った人いるかもしれませんが、これは 用語集の P254、 靖国軍乱のページに書いてあります。靖国軍乱って別に日本が鎮圧したわけじゃないです。これは清が介入して終わるんですね。なので、前半が×ですね。ちなみにこの靖国軍乱でもってこう助けてもらう形になったんで、ビンシーがこれによって清に接近するんですよ。はい。これは用語集に書いてあります。はい、問いの4いきましょう。下線部 D、 日清戦争に関する記述のうち適切なものを選んでくださいと。ちょっと水飲みますね。38分だ。大体、もうすぐ終わりますからね。はい。で、A がね、キリスト教系の新興宗教、東学の幹部だった善法順が、キリスト教系だったらまずいじゃないですか。あ、それだと西学の乱になっちゃうじゃないですか。東学でしょ？東学の乱なんだからさ、キリスト教系罰ですよ。はい。いわゆる儒、仏、道のこの宗教混ぜた東学ね。はい。で、B は、東の海戦争の出兵をきっかけとする日清戦争は日本の勝利に終わって天津条約が結ばれました。天津条約じゃないでしょ？下関条約でしょ？はい。 C、 日清戦争の結果、清は海航状態の日本の企業設立権及び朝鮮独立を認めた。これが、ちょっと、迷ったかもしれないね。企業設立権。ここに引っかかりを覚える。多分受験生は。で、企業設立権というのは正しいです。で、これは、用語集に書いてます。用語集 P255 ページに、下関条約の項目にこう書いてありまして、企業設立など日本の通商特権の承認って書いてあるんですよ。なので、正しいですね。はい。D は、領土半島を獲得したが、ロシア、ドイツ、イギリス、返還、韓国。これは三国干渉の国を覚えているかどうかです。三国干渉はロフドって覚えててください。ロフド。ロシア、フランス、ドイツです。イギリスがカット。これフランスに直してください。はい。問いの5です。これは、社学によくあるやつ。地図を言葉で問うってやつね。これは B ですね。はい。こんなもんできたでしょ。中国分割の地図ね。あれ見とけばいい話です。問いの6、清王朝の近代化の試みに関する記述。これは D ですね。はい。義和団事件の後に、憲法大綱の制定など公衆申請。要するにこれは昔潰したですね、偏方運動。これをもう一回やるってことです。で、A、アロー戦争及び大英帝国の滅亡後、洋務運動が起こったが、軍事面の近代化に偏重し、思想、学問、軽工業の近代化が行われなかった。これどう？軍事面の近代化でしょ？ね、で、思想、学問、軽工業、特にこの軽工業の近代化、これやってるんですよ。教科書にも載ってますね。教科書299ページだね。はい。そこに、紡績工場を作りましたとか書いたんですよ。で、あれって軽工業じゃない。それもやってますね。少なくとも国家体制はいじってない。国家体制いじんないだけです。はい。で、B、日清戦争敗北後、洋務運動の限界を悟った皇優位両慶長ら官僚によって、共和制に向けた偏方が試められた。共和制じゃないでしょ？立憲君主制でしょ？ね。はい。 C、清太后保守派が、戊戌の政変を起こし、皇優位両慶長らを幽閉した。幽閉されたのは孔子帝。はい。以上から D が正解でした。
問いの7、義和団事件に関する記述で適切なものを選べ。はい、A、これは正解。山東省の農村地帯を基盤に宗教結社義和団が排外運動を展開しました。はい、B、清王朝は義和団の鎮圧を当初試みたが失敗し、いや、試みてないですね。はい、で、C、これは難しいかな。はい、イギリスは当初南アフリカ戦争中であったために、うん、確かにそうですね。で、中国への派遣消極的、自国の外交官が殺害されたことで共同出兵に名を連ねた。確かに8カ国共同出兵の中にイギリスは入ってますよね、一応ね。で、あれってもんがですね、外交官殺されたからだと書いてあります。これどう？これ受験生多分判断難しかったね。うん、だから多分 A と C で悩んだ人もいるかもしれません。で、この C に関してですが、用語集に書いてあります。用語集 P270 ページ、義和団事件のページにこう書いてありまして、日本、ドイツの外交官が殺害されるとって書いてありますので、要するにこれは、殺されたのは、日本、ドイツの外交官と判断しましょう。はい。なので×。はい。イギリスの外交官じゃないってことですね。はい。で、D、義和団事件後に結ばれた北京議定書。うん、これによってロシアは東北三省の駐留権を得た。いや、北京議定書が結ばれて東北三省の駐留権を認められたわけじゃないです。ちなみに東北三省ってのは満州のことね。で、満州はあれ、ロシアが占領したんでしょ。占領して、要するに撤兵しなかったってことですから、北京議定書でもって認められたっていうのを書き方はおかしいですね。以上から A が正解。問いの8、これ基本的なんでいいでしょう。C が正解。中華民国臨時大総統に、就任しました。これアジア最初の共和国ですね。うん、あとは大丈夫でしょ。うん、A の三民主義唱えて立憲君主制ってのが おかしい。共和制でしょ。で、B は異民族王朝じゃないでしょ。漢民族王朝でしょ。で、D は中華革命党じゃなくて中国国民党でしょ。ね。はい。で、問いの9。1911年、世界で起こった出来事、適切でないものを一つ選びなさいと。はい。これは年号が関わってくるんですけども、はい。A のイギリスで国民保険法が成立した。うん。これ知らないかな。国民保険法はね、一応用語集頻度は3です。で、257ページに書いてます。帝国主義イギリスのとこです。はい。で、B、ガンディが塩の行進を組織した。うん。これは1930年のことなんで、B が正解ですね。適切ではありません。で、考え方としては、数字知らなければ、これ要するに世界恐慌からの流れで考えればいいね。世界恐慌起きましたと。で、イギリス経済がやばいですと。で、植民地締め付けますと。で、塩の専売します。で、それに対して塩の更新やりましたっていうような流れで、まあ、世界恐慌の前後かなって考えてください。そうすると1930年頃と。で、B がおかしい。で、C、第二次モロッコ事件勃発と。で、これも大丈夫ね。メキシコ革命。いずれも、まあ、1911年ということで、答えは B でした。はい。で、問いの10。うん。これもまあ年号ですね。で、これはまあよく出るんですよ。この、北伐の時期のさ、あとはまあ近代、近現代中国の流れね。ということで、基本的です。はい。まあ、ストーリーでできるといいですね。以上から、まあ C が正解なんですけども、現実的にはまあ、ちょっと難しいかな。ややなんかなぐらいですかね。はい。ということで、以上、全部終わりました。はい。ずいぶんかかりました。45分かかっちゃった。はい。で、結論を言いますと、皆さんもこれ見てきた方はわかると思うんですが、山川出版社の小説世界史 B、および、山川世界史用語集、この記述でもってですね、2020年、早稲田の社学に関しては、すべて根拠を取って答えることができましたので、結論は10割ですね。10割。教科書用語集完璧にしたら、社学の問題は10割取れます。ただ、現実的にはね、その勉強って非常に厳しいじゃないですか。まあ、教科書丸暗記、および、用語集の説明文丸暗記ってことになりますんで、これは相当強度の高い勉強が必要になってきますんで、で、大変だけども、たださ、勉強のさ、方針っていうか、指針は立ったでしょ、これで。ね、あ、そういう知識が問われてるんだと。用語集の、そういうところから問題作ってるんだな、聞いてんだなってことは分かったと思いますんで、どのレベルの、まあ、深さというか、細かさの勉強が必要かってことだとか、あとは、じゃあ、要は要するに、用語集全部覚えればいいんでしょう、じゃあやってやるわ、みたいに思った人もいるかもしれません。そうしたら10割取れるわけだから。いや、もちろん傾向は変わるかもしれませんよ。傾向変わって、また昔みたいにさ、なんかさ、消去を使えない問題とか、教科書レベル、用語集レベルを超えた出題がね、ある可能性だってあります。いや、実際2011年以前っていうのは、教科書、用語集を超えた出題ってのあったわけですから、まだそういうふうに戻る可能性もありますけど、ただまあ、まあ大丈夫かなっていう気はしますね。なので、まとめ、勉強法としては、教科書の字の文ね、ゴシックじゃないところしっかり読もうと。あとは、用語集の説明文ね、そこもしっかり読み込む勉強しましょうと。そして、地図が今回バシッと出ましたから、教科書に載ってる地図に関しては、いずれも目を通しておく必要があるでしょうね。
はい、あとできれば年号、年号も並び替えで意欲発揮しますから、ストーリーで解くというのはまあ王道ではありますが、数字知っておくに越したことはないので、一つでも多くの用語、年号覚えておくといいでしょう。だからおすすめは世界史年号暗記の、年号暗記だっけ、年代暗記の、元祖か、ごめんなさい、元祖年代暗記記憶法ってあるでしょ、なんかここに画像を出しますけど、それやってくださいね。あと、そうそう、3月に発売の僕の新刊でもいいんですよ。僕の新刊の世界史用語マルチトレーニングは、年号対策もできるように作ってます。重要年号のところを年表の中で空欄にして問えるようにしてますんで、まあ基本的にあれ一冊でオールインワンっていうのをね、設計思想として作ってますんで、それをやってくれても結構です。ね。ということで、まあこんな感じでしばらくですね、このような、早稲田と慶応の、公表動画を出していこうかと思いますんで、全部できるかちょっと、まあ、頑張ります。頑張りますけどね。はい。なので、ちょっとチャンネル登録の上お待ちください。はい。ということで、鈴木チャンネル今後ともよろしくお願いします。チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いしますね。はい。それではまた。鈴木チャンネル登録よろしくお願いします。